共同民主党は、日本の政党、共同組合主義、労使協調を標榜した。山本寂彦を中心に結成された日本、共同党は、無所属議員による、院内団体、大同クラブとの合同の計画が進んでいたが、直前で頓挫。やむなく小政党の日向民主党、日本の本党と合同、無所属議員を加えて、共同民主党として発足した。 この頃の共同民主党は GHQ 民政局の政党係から戦前の寛解にその源流を持つ中道主義の組織等の公約は尾崎みのりよりも不在地主の利益を代表する農業政党等の公約は官僚や資本家を悪者扱いした軍国主義者全体主義者のスローガンの復活天皇制について 最も保守的な政党であり、日本の政治思想の右翼を代表していると見られていた。決闘直後、山本は大道クラブの中で合同主導していた、三木武を入党させる。山本は、党勢拡大のため、政治家経験がある人物の入党を望んでおり、衆議院議員当選3回の三木に目星をつけたので、ある。三木のようなこれまで、 共同主義に深い関わりがない人物を入党させることに、北翔太郎ら農村派は反発したが、山本は押し切った。三木は入党後間もなく、総務委員、ついで筆頭常任中央委員に選ばれる。山本執行部は、旧大道クラブとの合同を再度目論むが、失敗に終わる。この過程で、北ら農村派と執行部との対立が激化し、北らは除名処分を受ける。 さらに与党、第2党の日本進歩党との合同山本と有力議員であった林平馬が進めるが、保守色が強い進歩党との合同に三木らが反対し、進歩党内でも共同民主党との合同に反対する声が上がった。結局進歩党との合同は9月末には白紙となり、共同民主党内では山本や林らの権威が低下し、 その反面、幹の力が増していくことになった。党成立直後の1946年6月、山本の公職追放が取り沙汰される。山本が社長を務めていた改造者の雑誌改造の戦時中の論調などの問題により、公職資格審査委員会から議員不適格との表明がなされたのである。山本は委員会に再審査を要求するとともに、 民政局に対して政府の弾圧を受けた自由主義者であることを訴え、民間庁法局にも働きかけるなど、追放回避の運動を行った。しかし民政局はかえって山本の運動に不快感を抱き、12月16日には、林常時初期官庁から改めて追放令に該当する旨通告され、年内に議員を辞職するよう求められた。結局山本は追放となり、 1947年2月14日には、議員辞職が認められた。当主である山本の公職追放により、共同民主党は、初期長の井川忠夫と、三木、三木の政界入り以前からの友人で、名優であった松本滝蔵によって主導されることになるものと、見込まれていた。しかし山本追放からわずか4日後の2月18日、井川が共振症により休止してしまい、三木が、 党の実権を握った。ミキにとっては、ライバルの不在に加えて、党内屈指のキャリア、翌3選挙を非推薦で戦い抜いたという実績、GHQ との良好な関係、党内で最も高い資金調達能力という利点が重なった。当時39歳のミキは、これを皮切りに小政党、派閥のトップとして、政界を渡り歩き、バルカン政治家と、 後世で呼ばれるようになるに至る。以降の党内では、ミキが党務を、松本が GHQ との交渉を分担して仕切る。ミキは、国民党、そして無所属クラブとの合同を進め、三党が合同した暁には、党首に当時自由党で礼遇されていた足田一氏を据えることを画策し、1947年2月には足田に対して決断を促した。足田は、 ミキの要請を断り、逆に新歩党と三党とが合同して、新党を結成することを提案した。ミキは、連立与党の自由党、新歩党を分裂させた上で三党と合同するという紹介派を軸とした正解再編を狙っており、新歩党に三党が合同しては、狙いが全く達成できない形となるため、足田の提案を拒否した。 結局、新党結成は3党で進められた。3月8日、共同民主党、国民党、無所属クラブの一部が合同して、国民共同党が決闘される。ありがとうございます。